はい、こんにちは。1回目のワクチンを打って3週間経ったので中和抗体果たしてできているのかどうかね、今日はちょっとそのテストをしてみたいと思います。で、この中和抗体っていうのはウイルスが来たとしてそれをまあブロックしてくれるというかね、まあ、そういう存在なわけです。それがだいたい体の中で作られていくわけなんですけれども、それができているのかどうか、まあ、2回普通は打つんですが1回目でもある程度できると言われています。なのでちょっと1回打って3週間経ったのでテストしてみたいと思います。果たして1回目のワクチンだけで中和抗体できているんでしょうか。この抗体を作られるときにお酒を飲んでしまうとだいたい 20% くらい、ね、作られるのが下がってしまうって言われているんですね。ワクチンを打ってから今まで一滴もお酒を飲まずに断酒、禁酒してきました。なのでね、それで抗体ができていればいいんですけれども、これから早速試してみたいと思います。まずこの試し方なんですが、まあ、指先にねちょっとね血を出してですね、このキットに垂らして、で液をちょっと入れて、でこの線が、ね、出てくると抗体ができているっていうことらしいんですよね。検査キットの中身なんですが、まずこれが検査キット、そしてねこの絆創膏がついていますね。それとこれがこうチクンとねこう血を出す道具です。そしてこれがバッファー液、これが消毒紙、消毒するものですね。でまずねちょっと検査キットの方を開けていきたいと思います。こういうものですね。で中にはこれがね検査キットになります。そしてねここにねスポイトが入っていますね。よいしょ、これでまず指をね消毒していきたいと思います。これですね、左手の方がいいかな、人差し指、中指にしとこうかな。保護キャップを持ってメインボディを2、3回回す、回して、おう、そして外します。外しました。ここにあるボタンをこの状態で押すそうですね。ここかな、せーの、あ、怖っ、あ、怖っ、せーの、あー怖い怖っ、勇気いるのこれ、うわ怖い、せーので、出てきた。たら血を出して、スポイトで血を、とテストが終わりました。果たしてね中和抗体できていたんでしょうか。それでは見てみたいと思います。線がね1本しか出ていないんですね。残念ながらねまだ中和抗体はできていなかったようです。いや1回目でもねちょっと出てるんじゃないかなって期待したんですが、やっぱりね2回打ってみないとねダメなのかなと思いますね。なのでまた2回目打って2週間から3週間経ったらもう1回ね中和抗体検査してみたいと思います。これはね人によってね多分ね違うと思いますし、この家でできる検査キットっていうのはまあ簡単なものなので検出できなかったっていう場合もあるかもしれませんね。まあでもちゃんとねまだしっかりした抗体はできていないということで、また頑張ってね2回目の注射をね打っていきたいと思います。
はい、禁酒を続けていきたいと思います。このチャンネルではいろいろなことをレビューしたりアイデアをご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。